悪い話じゃないはずだ。てめえは頭の上にのしかかってるめんどくせえレベル5をまとめて排除するチャンスに恵まれる。そっちのメリットは？ちょいと実験を試してみたいんだ。あいにくと普通の機材じゃ糸口が見えねえ。特殊な能力者とやらを確保する必要に迫られたってわけだ。で、私一人に全部やれって？いや、面白いもんに横やり入れて小間遣いを手に入れているよ。性能的にてめえと釣り合うかは疑問だが、この俺が操ってんだ。サポートぐらいにはなるだろう。まあいい、乗ってやるよ。いい加減に第4位とか半端な数字にも飽きていたところだしね。まさか妹？どうしてそんな奴らと一緒にいるんだ？ダメダメ、このおっさんの言葉以外聞く耳持たないみたいよ。ちくしょう、操られてるってのか。そいつを誘ったのはゼロ次元の極点のためか。あいにくと手持ちの工具箱じゃ一次元の壁は破れないらしくてな。ちょいと心当たりのあるとこへご相談に行きたいわけだ。させると思うか。こっちも言わせてもらおうか。犯行なんざさせると思うか。私に立てつくのかな。さあ始めるぜよ。健闘を祈ります。そんなもんで倒せると思ってたのかよ。十分な戦果ですと伊坂はすかさずねぎらいを口にします。ちくしょう、俺はこんなところで倒れるのか。木原、貴様ゼロ次元の極点を。ヒーローちゃんが一番最初に死んじまっていいのかよ。これじゃここから先は真っ暗闇だぜ。おい、ゼロ次元の極点って何？いずれ教えてやるよ。この俺が興味を持つぐらいには愉快なもんだ。ゼロ次元の極点ってな、あれだ。指示代名詞の定義が不明ですと伊坂は指摘せざるを得ません。あ、なんだって？あれなんて言葉、最近じゃ夫婦間でも通じないわよ。ちゃんと日本語を使え。三次元の物体を切断するとその断面は二次元になる。豆腐を切ったら断面が長方形になるようにな。ここまではわかるか？だから何？順番に繰り返していけばいいんだよ。二次元の物体、
平面を切断するとその断面は一次元の線になるだろう。つまり見つけた。あの人が、あの人たちがトーマを。あなたたちがあの人、天草式十字聖教の一員として。いいえ、私自身の名にかけて絶対に許しません。ったく、空気を読むとか読まねえとかそこから教えなきゃなんねえのか、クソガキが。私に立てつくのかな。さあ始めましょう。健闘を祈ります。トーマ、どこどこ、当たる当たる、あー出番だよ。もっと逃げろよ。何か分かる、どこ、もっと逃げろよ。出番だよ。出番だよ。十分な戦果ですと伊坂はすかさずねぎらいを口にします。トーマ、トーマ、ごめんね。強すぎる。私たちではとてもじゃないけど。つうかさ、何なのこれ。チキシャ、惜しかったな。あっさり殺しすぎだよ。科学サイドじゃ見かけねえこっちの方式も、これはこれで実験に使えそうなのに。次からゴミ掃除1回ごとに料金でももらおうかね。ゴミ掃除は基本ボランティアでいいんじゃねえの。だったらその人形にやらせればいいじゃない。って意見があるんだが。戦闘行為に関して麦のしずりの方が適任だと美坂は分析します。だとよ。使えない人形ね。で、話の続きは。ああ、N 次元の物体を切断すると断面は M-1 次元になるっつうとこまでは話したっけ。3次元なら断面は2次元、2次元なら断面は1次元。じゃあ1次元を切断すると断面は何次元になる。あ、そりゃそう、0次元になるはずなのさ。ようやく追いついた。よく聞けよ。我が名はフォルティス931。我が名はサルバーレ000。お前たちはやってはならないことをした。死ぬ準備はいいか。さてと、お立ちはいくら。いや、真面目に弾むよ。これはこれで面白そうなサンプルだ。私に立てつくのかな。できれば抜きたくはない。
健闘を祈ります。ほら、どこ当たるの。ほらほら、何かわかる。どこで、もっと逃げろよ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 、何かわかる。もっと逃げろよ、もっと逃げろよ、もっと逃げろよ。あんたは誰に歯向かってんだ。ほら答えてよ。答えられるわけないじゃん。終わりだよ。そんなもんで倒せると思ってたのかよ。十分な戦果です、と伊坂はすかさずねぎらいを口にします。この程度でくたばりやがるんじゃ使い物にはならんわな。せっかく料金弾んだのに無駄骨じゃねえか。今のところゼロ次元の存在は誰にも観測できちゃいねえ。